メイプル超合金は、安藤夏とカズレーザーからなる日本の男女、お笑いコンビ。サンミュージックプロダクション所属。2012年8月結成。M-1 グランプリ2015ファイナリスト。略称はメイプル。ネタは主に漫才で、ネタ作りは、カズレーザーが担当。カズレーザー曰く、理想は、読んで、面白いネタで、自分たちは、外見が濃いので、 その分ネタのインパクトは控えめにと思っているとのこと。ネタの前にはカズレーザーがジークジオンと言って舞台に入るが、これは景気のいい言葉を言いたいからだそうである。また過去にはセッシルマクビー、ガールネクストドアなどの言葉も存在した。カズレーザーが安藤にどうしたこのと言ってネタが始まる。カズレーザーが常に笑顔で、 自由奔放、かつ暴走もありながらのボケに、安藤が激しく突っ込むという掛け合いが多く、ネタ中によく用いられるセリフには、ちょっと待って、いい下ネタが出そう、ここ Wi-Fi 飛んでんな、俺はバグってるよ、などといったものがある。これらのネタには、筋がなく、言いたい言葉をつなげて構成されていくネタであるというも、使用している。そしてネタの最後は、こんなにめちゃくちゃにして、どう思ってんだよ。 手応えあり。もういやー。はい。ブパパブパパブパパと言った後、カズレーザーがしばらく話をして、現場からは以上です。どうもありがとうございましたで締める、というパターンが主となっている。この一連の流れは、カズレーザーが決めたとのことで、ジークジオンは自分で一番ケーキがいい言葉だと思って選んだ。締めのセリフは、 落ちの付け方がわからない中で苦しまぎれに発したのが、最初でドリフフ大爆笑はあまり意識してなかったと話している。安藤夏の単独出演については、安藤夏出演の節を参照。カズレーザーの単独出演については、カズレーザー出演の節を参照。現在の出演番組レギュラー番組順、レギュラー、及び不定期出演スペシャル番組過去の、 出演番組レギュラー番組スペシャル番組レギュラー番組スペシャル番組レギュラー番組スペシャル番組ユニットライブありがとうございます